あ、先生こんにちは、福田ゴンベイです。先週はですね、前回は私の生徒並びにですね、患者さんでもあるんですけど、の基本的なですね、施術について、動画を配信させていただきました。で、今日はですね、先生方もですね、この気候ゴンベイのですね、マインドフルネスですね、気候をですね、初めてですね、学ばれてからですね、ほぼ約1年近くもう直せていただくわけなんですが、だいぶですね、施術をですね、気候の施術を先生たちの日々の施術とか、あと生活にですね、取り入れていただいているかと思いますが、今日はですね、特にですね、大事な点ですね、この施術をする前の心構え並びにこの指の使い方についてですね、あと力の入れ方についてお話ししたいと思います。まずですね、ゴンベイ気功のですね、一番のこの基本はですね、患者さんの施術する場所をですね、部位をもうできる限り柔らかく、何でしょう、温かく、要するに自然にこう気とか圧迫が浸透するような状態にまず患者様をすることなんですね。そのためにこうフィールフリーのリラックス、副交感神経になって筋肉が緩んでくる。それがまあ腹式呼吸だったりですね、先生との優しいこう会話だったりするわけなんですね。で、次にですね、この圧迫というかなるわけなんですが、先生たちはおそらく圧迫といえば、ご専門なんで今更言うのは何なんですが、私のアッポの場合はですね、まず指に力をまず入れないです。あとこの手のひらもですね、あまりこう力を入れません。それよりも逆に指の力をですね、極端に相手に伝えないぐらい軽くこう触れるぐらいですね。で、これ死に手って言いまして、肘がこう曲がってます、ここも曲がってます。そうすると指の先ってすごく力が抜けるんですよ。で、こういうですね、普段練習をしてるんですね。壁に手を垂直にこうつけまして、で、手首がこうストンとこう落ちる、まあ疲れると落ちるんですが、その時の意識の指の先ですね、この先の感覚を持って患者様と触れたりですね。あとこのアッポもですね、ただこうグーッと押すんじゃなくて、患者様と呼吸を合わせて息を吐いた時にそーっと包み込むように優しくですね、気を入れながら、アッポをかけていって、また患者様が息を吐いた時にそっとこう離してあげる。そうすることによって患者様が、いわゆる緊張からくるですね、ストレス、筋肉の硬化というか硬直っていうのが非常に防げるわけなんですね。そうすることによって、この整体のこの成功、まあ整体並びに要するに施術のですね、効果もですね、最大限まで高められるということです。で、その練習方法としてはさっきこれ死に手ですね、ないしは手をですね、このようにぐる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 手首回しです。こうすることによって非常に体の脱力になります。脱力ですね、絶対に肩に力入ってこうやって押さないで、ともかく脱力です。脱力、手首回しですね。それとか手首、こちら片手で持ってですね、ぐる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 このように回すような感じですね。ないしはこちらからこうやって、こういう練習をですね、していただいて、手をこう押さえて、一本の手をだとこう回せばいいですね。右と左。で、これ患者様もですね、お家に帰ってやっていただければ、ご高齢の方もですね、非常にいい、この手首とかですね、あと脳の練習にもなると思いますので、ぜひですね、励行してみてください。で、まずこれですよね。あとこれと。で、今やりました。この手をぐるぐる。押さえながら回してみるということですね。これもうこれだけでもいいです。で、こうで、こう手首が柔らかくなればなるほど力入らないですからね。それで患者様と調和をとって施術をしていただくということです。ともかく皆さん、患者さんは初めて来る、そうじゃなくてもやっぱり緊張してます。先生の前に来ますから。ですから、その前に、患者様の筋肉をずっと緩めて、心も緩めて、先生とは優しい会話をしながらですね、先生のスーパーの施術がですね、本当に体の隅まで浸透できるような施術ができればと思っております。ぜひですね、
この今言った申しました、患者様の筋肉を緩める並びに先生もですね指に力が入らないような、気候整体ですねを少しでも心がけてやっていただければと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。どうも今日はありがとうございました。わかりましたかね。